もう練習場所がないこと、それから練習道具がないこと、練習時間が非常に短いことないことばかりなんで、ここでは強くすることは困難かなと、思いました。練習の内容、それから練習場所の工夫、これをしたらどうにかなるんではないかなというようなことで、今ここにいろいろラインが書かれてるんですけども、エリアを決めて子どもに、課題練習を今与えています。ここはピッチングエリアです。ピッチング練習と、それからバッターはピッチングしているところに立って、ここは物干し竿で、スイングしてバッティングを矯正する練習です。